白くなるんで、
理科の光の三原色だなって思って見てます。ありがとう。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。名門校出身なんで。すいません。これ、白に見えるって不思議ですよね。なんか。授業授業の導入かな。なるほどね。ですわ。はい、あ、そう、このバンドは、高木さんの声の、高木さんの声かけで始まりましたと。で、僕は、あの、サプライズ抜擢ということでボーカルさせていただきます。ありがとうございます。ありがとう。主催者の高木さんから何か。ありがとう。本当にロートマンが素晴らしいのを支えていただいてます。1年生。言えない。言えない。言えない。そんなわけない。怖い、こっち側だろ。はい、ということで、もう行きますか。時間も押してますか。押してますか、時間。押してます。結構大丈夫。大丈夫。じゃあもうちょっと喋るから。来てる。え、来てる。大丈夫だけど、だいぶ来てる。あ、わかりました。じゃあ行きます、次の曲。え、次は？あ、OK、了解です。じゃあ。あの、あ、さっきの曲めっちゃ皆さん乗っていただいたんで、また乗ってください。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ、いいですよ。
がとうございます。はい。起き出た。あ、よかったな。起き出た。高井さん。そう、無表情。無表情っていうのを目標にしとったよ。最近は。なるほど。そう。ミスったら。気分雰囲気でね。ああ、そうそう、それもあるし、ミスったら。ミスったらいつもすごい顔してる。いや、わかりやすい顔してるやん。っていうのを監視してもらってた。すごいこと、すごい顔してた。ドラムがすごくて、オッケーしたんだけど、無表情かどうかって言われたら。あら。無表情では全然。これももう一回かな。ソシャルいっぱい。これ不合格で VR 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 入ろうか。車やったら急だね。表情はやっぱ動いてる。じゃあまた来年も来年もということで、わかりました。ありがとうございます。はい、はい、早いことでラスト1曲となってしまいました。もっと見たい。えないです、ごめんなさい。はい、はい、次の曲の、まあ、あの Beautiful Days っていう曲するんですけど、それでめっちゃ眩しいよね。ボーカルで前に出た時眩しさがすごくてびっくりしてる。めっちゃ眩しいね、これ。あの今あの楽譜をね見てるんですけど、たかりさんが Beautiful Days っていう曲するんですけど、コール&レスポンスがありまして、はい、 B メロで1回だけなんですけど、ちょっとやってほしいなということで、いいですか、頼みを聞いてください。あ、物によるって感じの反応ですね、皆さん。やります、今から。1,2,3,4,5,5,5 とがりすぎてる。Hey! 勢いは Hey! ララ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 ラ1,2,3,4,5,5 そういうことです。覚えが良くて助かりますね。はい、ということで、はい、もうメッセージ、LINE メッセージ、メッセージはいいですか？ああ。いいですか？もう何か言うことありませんか？ああ。ちょっともう、あ、確かに確かに。じゃあナオティスから。急に誘ったのに急に誘ったのに本当に組んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。君は本当にベースが上手くて、あのしかも1年生唯一のベースなんだっけ。そうなるよね。本当に引っ張っていく存在になると思うので、めげずにどんどん上手くなってください。どんどん上手くなって、あの絶対にまた松江戻ってきたらライブ見に来るんで、その時またかっこいい姿を見せてください。ありがとうございます。じゃあ次、翔くんはお家が一緒なんです。アパートが一緒でね、ちょくちょく会ったりして、この前はお父さんとも会いました。お父さんと10分ぐらいおしゃべりしてバンドレに遅刻しました。すみません、本当に。あ、まあ今度調味料もあげるからね、うちの家のもう捨てるやつ。それぐらい仲良しだから、また絶対に遊ぶと思うけど、翔くんもギターどんどん上手くなってK-POP ばっか追わずに頑張ってね、ギターも。いいんだよ、追っていいけど、追っていいけど、また一緒に韓国も行けたらいいね。連れてってください。お願いします。ありがとう、お世話になります。じゃあ最後、柳くんね。じゃあ柳くん、存在だけ一方的に知ってたんですよ、ラクロス部だから。はい、すいません。でもドラムもできて歌も上手くって、なんでもっと早くポップに入らなかったのかな。それはね、思いました。もう本当に絶対、うん、まあ、はい、OB が出れるライブあったらまた一緒に組んでくれたら嬉しいです。はい、極力頑張ります。うん、はい、岡山だしね、すぐ帰ってくれるよね。はい、岡山です。岡山県倉敷市です。ということで、うん、短い間だったけど、そうね、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まあ僕からは、ね、ありがとうです。皆さん、こんな嵐みたいなたかりさんに誘われてバンドを組んだわけですけど、とても楽しいバンドでした。1回生の2人はちょっとおとなしいのかなと思ったらね、話してみたら割と笑ってくれて、ありがとうございます。めっちゃおとなしいやん、今めっちゃおとなしいやん。まあまあ、また話そう、また話しましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということで、最後の曲、いっちゃいましょう。
今日はとても美しい。Thank you!